ルルルルルというかこのねロッテ会でございます。やってまいりました、ロッテ会です。で今回ね藤原京太先生を岡ちゃんをね使っていくんですけども、藤原ほら見てブルヒなんだけどやたらと打ちやすいんですよ。これおろ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 で岡ちゃんも同じくなんか能力の割にはめちゃめちゃ打ちやすいっていうのをね今日はお伝えしていきたいと思います。ほらほらなんかいい当たりでしょこれ取れたけど、まあ山口選手が打ちやすいんですけども、ロッテってなんか能力の割に打ちやすい選手が多くて、その今回使っていく2人がね特に打ちやすくて、山口めちゃめちゃくちゃ打ちやすいんでね今日は使っていきたいと思います。ウラーさんゆか強いのよ打球が、エルコー、打ちやすいわやっぱりさあ大事ですけどやっていきましょう。ホームだったらコールなんでこれ、おいおいおいな、なんやナイスピッチですこれって、なんやどういうことで、ね、やっぱね初球っていうのはねやっぱ強いんですよね。このゲーム引っ張ってファーストライナーでもね、あんな感じでもう打球がね、とにかく速いんですよ。こんな感じで、岡ちゃんもね、ここまで打ててないけれども、なんか打ちやすいんだよ、本当は。ララララ、山口。ほら、山口も打ちやすいよ。これもうみんな打ちやすいよ。これみんな主役。はい、もうファミリーです。おぉ、これも行く。プルヒで行く。2打席連続。ポランコ打ちやすい。試合目っていきます。大竹投手ですね。ほらちょっとボール球でもセンターへ持っていく、これがね打ちやすさの塊なんですよ。そして僕ちゃん、僕ちゃんね併殺持ってるんですけどそんな関係ないですね。これ今のミートカーソルの相方がねいいんですよ、なんかいつもより。で打球もね、うん、で弾道さんパワー D っていうねホームラン持ってる、いい感じの能力しておりますが三振とアウト。そうもう本当に左身関係なく持って、でも本当ねあの打球が速いからね使って、でもあの本当ロッテの打者ってなんか捉えられやすくて、岡ちゃん言っちゃう、これが打ちやすさなんすよ負けてるけどファミリーで勝つよ。逆境チャンス B 好調王者、もうとりあえずねぶち上がってます能力、いくよ大チャンスです。トゥル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 レッツゴーレッツゴー、強いわやっぱロッテって。ただその時回ってきました、逆転してからね流れいいっすよ。あーいいよ、ああいうね外角もねプルヒで持っていけるんですよ。流してもいいし引っ張ってもいいしっていう、そういうほら引っ張ってもここまで飛んでいくけれども、ちょっと損ねたか、ちょっとだけ損ねた。でもあんな感じでねいい打球打てるんですよマジで。で岡ちゃんもねヒロミナイトですから、今ナイターですからヒロミ。さあラストマッチ対山本由伸もやっていきます。もう関係ない、そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ。ほらねめっちゃ打球飛ぶんすよこれ、不思議なぐらい飛ぶんですよ。しかも走力もあるとめちゃめちゃ強い。今回ね主役藤原京太選手とね岡ちゃんっていう主役だったんですけども、そんなん関係なくロッテはみんな強いですね。で今回好調なんで井上選手持ってきたんですけど、弾道4パワー C で好調引いてます。しかも広角持ち、これもねアーティスト広角ですよ。あ来たよアーティスト広角。うんあのね藤原くんとポランコがねやたらと打ちやすいんで、ほらほら抜けていくでしょ。しかも藤原くんはめちゃくちゃ足が速いんでね、これで帰ってくるって今すごいしてもらってまいりに。いや藤岡も打ちやすいわこれマジ、インコース見やすいマジで。さあもしかして打ちまくってから最後になるかもしれません。さあただこれ山本奪三振出てから非常に強いんだけど、あーミートはしない方がいいな。うんこれ気づいた、もう強振で思い切って振る、なんか振り切れるって感じがするんだよねこのバッターたちは。そうだから打球も飛んでいくし、うちらも楽しく使えるし、ロッテはねそういう選手が多いんだよね、ユニフォームのせいかな。さあ間違いなくラスト助けしてね、最後はしっかり笑顔で終わろう。強振でね、もう藤原選手はもう強振でいって何も、ちょっと最後あんま打ててないけどね、岡ちゃんで打って締めるんですよ。岡ちゃんインコースじゃあそういうところで今回はねロッテ試合会でした。もう何言ってるか分かんないですけど、うん強いので皆さんもぜひ使ってみてください。